動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。猫の金貞チャンネルです。今回は近藤勇生誕祭と、少し歩きましたが近藤勇の聖火跡に足を伸ばしました。デザインをしたのが、調布出身の小学校4年生の女の子が、こちらのデザインを考えていただきました。そしてグランプリとなり、今回、公式マスコットとして調布商工会の方で、こちらのマスコットを、着ぐるみだったり、あとイラスト等ですね、今後商工会の、PR の活躍をしていただくような形となっております。イサマルですね、お名前が、近藤勇のイサミに丸となっておりますが、本人はね、もう見た目とちょっとこう可愛らしい感じで、丸くなりたいなと思ってはいるんですけども、やはり細かい計算が得意で、商工会ですんでね、得意で、他人にも自分にもね、実はすごく厳しい性格というのがありまして、いつの間にか頭が四角くなってしまったということで、こういったフォルムになっているということで、これはもう、考えていただいたその、作者の女の子がそういった思いで作っていただいたということで受けております。それでは、この近藤勇をモチーフにしたマスコットであるイサマル君にですね、近藤勇生誕地祭り実行委員会の方から、PR 大使としての認定状を、贈呈したいと思いますので、実行委員長の海老沢実行委員長、よろしくお願いいたします。ステージ中央の方に移動をよろしくお願いします。
藤勇美生誕地 PR 大使認定書調布市商工会公式マスコット歌丸くんどん以前は調布市唯一の歴史部である新選組局長近藤勇美の調布市商工会公式マスコットで広く世に知らしめ近藤勇美の事業を多くの市民や会社公式が認可した近藤勇美生誕地祭り実行委員会として以前は近藤勇美生誕地 PR 大使として認定いたします。令和4年10月23日近藤勇美生誕地祭り実行委員会海老沢専務皆様拍手の方よろしくお願いいたします。ご視聴いただき誠にありがとうございます。 Twitter、TikTok の概要欄からよろしくお願いいたします。励みになりますのでチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。